皆さんこんにちは歴戦任講師で司法書士の運野です今日は、えー、宅検受験生のためにですね15分でわかる不動産登記法という題で、えー、不動産登記法の特典をですね皆さんに確実に特典していただくための講義をしてまいろうと思います、えー、15分間という短い時間ですけれども、えー、なんとかね不動産登記法の出題正解していただけるようなそういう講義を目指していこうと思います 私の自己紹介ですが私は今レックで司法書士の講師をやっておりますそして自身としても司法書士登録をして開業しておりますいつもは司法書士の講義の方でこの教団に立っているんですけれども今日は卓研の受験生のために特別に解説講義をですねさせていただこうと思いますさあそれではあの。 宅建試験の中でですね不動産登記法よく出る論点に絞ってお話をしていこうと思います今日はあの不動産登記記録のまずは読み取り方というのをですねお話をさせていただきますちょっとレジュメを用意しましたでこれは皆さんあの画面上でどうぞご覧ください、えー、画面上で見ていただいて、えー、ねご説明をさせていただこうと思いますまず、えー、不動産というのは土地と建物に分かれていきますが、えー、一つの不動産に必ず一つの登記という いうのがございます1不動産1主義でこの「一不動産一投機主義」と呼ばれる原則このもとに1つの土地1つの建物ごとに投機の、まあ、データ化されてますね投機記録にデータ化されているんですがこれが存在するでこの投機というのは大きく分けまして表題部と呼ばれる部分と権利部と呼ばれる部分に分かれています。表表題部部というののは土地の物理的現況を表す部分 で今画面に映っているのは土地の表題部土地の表題部は一、えー、つの土地を特定するために4つの事項で、えー、表しています所在地盤地目地積この4つなんですね所在地盤地目地積この4つの事項で一つの不動産を特定していくことになります。 所在どこにあるか地盤何番かそして地目これは宅地なのか田んぼなのか畑なのかそして地積というのは何平米なのかこの4つで1つの不動産、土地を特定していいくということなんですで。このように物理的現況物理的現在の状況ということですねそれは所在地盤地目地積の4つで一つの土地を特定するその物理的現況がノルページというのが表題部と呼ばれる部分です。 そして、えー、建物についての表題部はではどうなっているのかといいますと次、建物登記記録今画面に映しましたが、えー、建物の表題部は 所在、家屋番号、種類、構造、床面積この5つで1つの建物を特定していくことになります。えー、所在、家屋番号、種類、構造、床面積ね。所在はどこにあるか。家屋番号は、えーまあ、1つの建物ごとに番号が振られていきます。何番か。そして、えー、種類は居宅なのか、事務所なのか、共同住宅なのか。そして、構造は木造なのか、鉄筋コンクリート造りなのか。そして、何階建てなのかというところです。そして、えー、床面積は1階から、えー 総床面積1階の総床面積2階の総床面積という形で例えば5階建てだったら1階2階3階4階5階というふうに書いていくことになります。でこのように表題部は土地については所在地盤地目地籍建物については所在家屋番号種類構造床面積この4つないしは5つの事項で1つの土地または建物を特定する。それらを総じて 不動産の物理的現況を表す部分それが表題部なんだなんていうふうに呼ばれていくんですね。さあそれでは続いて登記記録はもう一つ権利部部と呼ばれる分がございますこの権利部さらにその権利について所有権に関する権利の情報を記載する権利部公区とそして権利は権利でも所有権以外の権利に関する権利の情報を記載する権利部をつくとに分かれていくんです。 で権利についての情報を記載する権利部、その権利が所有権という権利であれば、権利部、公区、そして所有権以外の権利であれば、権利部、をつくそして公区については、歴代の所有者が下へ下へと登記されていきます。つまり、この今、画面に載っているのだと、所有者が田中太郎さんだったのが、平成25年の11月。 10月1日の売買によって鈴木一郎さんに売買によって所有権が移転したでここで終わってますから一番最後に所有者として登記されている人が現在の登記記録上の所有者となりますですので歴代の所有者を残しつつ現在の所有者を見るためには一番最後の枠に所有者として登記されている人が所有者であると判明するということですそして前の所有者は抹消されたりはしません 登記記録上下線が引かれているものを抹消事項とするのですがこの前の所有者田中太郎さんは抹消されないということも知っておくといいかもしれませんそして続いておつくの部分今回は定等権の登記が実行されています所有権以外の権利について、えー、登記するこの権利部括弧をつく今回は定等権の登記が実行されていますがその他にも地上権ですとかそれから、えー、地役権ですとか、えー、あとは あの七権ですとか、そういった所有権以外の権利を記載する部分がこの権利部格好をつくと呼ばれる部分です。さあ、それではあのまとめていきますと、えー、登記記録というのは、えー、物理的現況、土地だったら所在地番地目地籍、建物だったら所在家屋番号種類構造床面積の5つ、えー、からなる物理的現況を表す表題部と呼ばれる部分と。 それと権利関係を記載する部分である権利部と呼ばれる部分とに大きく対別され権利部がさらに所有権についての権利を記載する権利部公区と所有権以外の権利について記載する権利部をつくに分かれていくよということで表題部こそ土地と建物は違ってまいりますが権利部の定裁は土地と建物同じということになっていきます。さあ、今のととと、ところをままめてていいいききすすちょっレレジプレゼンター見たただきたいんですが、 不動産の表示に関する登記は表題部に記載され権利に関する登記その権利に関する登記は権利部に記載されるでその権利は権利でも所有権に関する登記は公区に記載され所有権以外の権利に関する登記はおつくに記載されていくさあここまでよろしいでしょうかでは続いて、えー、宅建試験でもよく出る保存登記所有権の保存登記について、えー、詳しくお話をしていこうと思います。 保存登記というのは、例えば新築建物について、まず、表題登記を申請します。新築建物について、表題登記というのは、新築後1か月以内に、表題部の登記ですね、新築後1か月以内に登記をしていかなければいけないんです、この表題部の登記は、新築後1か月以内に申請をしていかないと、これはあの過料の制裁があると、近く調査士さんの範疇となります。で表題登記は1ヶ月以内というですね、えー この制限ががあるののですがこの表題部を申請して実行してもらったらその後この権利部括弧工区で所有権の一番の登記要するに新築後初めてする権利部工区所有権に関する登記のことを所有権保存登記と呼ぶわけですがこの所有権保存登記については1ヶ月以内という制限はありません。 で表題部の登記は1ヶ月以内、権利部、括弧校区の初めてやる所有権の登記、これを所有権保存登記といいますが、この所有権保存登記は1ヶ月以内という制限はないんです、でこの所有権保存登記から、我々司法書士の代理権の範囲となっていきます。で、この保存登記なんですけれども、必ず決められた人から申請していかなければいけないと決まってるんです。 でその所有権保存登記を申請することができる人というのが五パターン分かれてるんですね。それを今日はご紹介していこうと思います。で、それでは所有権保存登記を申請することができる五つのねパターン、それがこの今。 画面に映っております申請認定規格と呼ばれるもので所有権保存登記を申請することができるもので全部が全部宅研の試験で出るわけではありませんので重要なもののみで、えー、結構だと思いますがまずは表題部に所有者として記載されているもの括弧表題部所有者これ一体誰だろうということなんですが、えー、まずもう一度土地の表題登記を表題部の登記を移します。表題部先ほど言いましたね土地は化学番号種類構造床面積で持って一つの建物を、えー えー、特定するとこの所在家屋番号種類構造床面積で一つの建物を特定する「表題部」ですがその一番下に「所有者」ここでは豊島区目白1丁目1番5号鈴木一郎となってますこの「表題部末尾の所有者」のことを「表題部所有者」って言うんです。 でこの表題部所有者というのはいわゆる新築建物の、えー、初代所有者のことです、新築建物の初代所有者、でえー、いわゆる新築、もし注文住宅だったら、えー、世主さんと呼ばれるね、その注文主、初代所有者、この初代所有者の名前が表題部末尾に入ります。 でこの表題部の申請は先ほど言った通り土地区調査士の先生の代理権の範囲になりますので土地区調査士の先生が申請をしたことに基づいて当機関が表題部末尾に所有者の名前を登記すするんで,すでこの表題部所有者本人がまずはこの保存登記を申請することができる申請人的確者なんですねつまり表題部、まつに名前が載っている本人から所有権保存登記を申請する。 で今回はそのまさに鈴木一郎さん本人から申請して鈴木一郎さんの名義となっていますでこれがまず保存登記を申請できる1つ目のパターン表題部所有者本人からの保存登記申請でちなみに保存登記というのは単独申請1人で申請することができますのでこの鈴木一郎さん本人が申請をしていけばよいということですでちなみに保存登記が登記官の手によって実行されますとこの「表題部末尾の所有者の欄は、えー、抹消されていきます」 ですからこの抹消されているということはすなわち保存登記が実行済みだということ逆にここに下線が引かれてないと保存登記が未実行だということになりますさあでは続いて、えー、申請人的格者、その2、表題部所有者の相続人その他一般承継人これは一体何かこれはですね鈴木一郎さんが新築したんだけれども保存登記を申請する前に亡くなってしまったというような場合です。 この場合には鈴木一郎さんの相続人が保存登記を単独で申請することができますでつまりこの保存登記の申請を相続人から申請してこの名前が相続人名義になるということですこれが保存登記を申請できるその2表題部所有者の相続人その他一般証券人と呼ばれるものですそしてその3 所有権を有することが確定判決によって確認されたものでこれはどういうことかというとこの鈴木一郎さんが表題部末尾に所有者とししててて名前が載っていて表題部の登記を終えたととますところが鈴木一郎さんに対していやこの建物は私の建物だって言って主張する例えば山口さんとかいう人が現れたでこの山口さんが鈴木一郎を相手取って裁判を起こしたそして裁判の結果山口さんが所有者だということが確認された。 というのであればまさにこの丸3、えー、所有権を有することが確定判決によって確認されたものに山口さんが当たりますので山口さんは裁判の資料を持って直接保存登記を申請することができるんですそうしますと、えー、所有権の保存登記はこの名前山口さんの名前で保存登記が実行されていきますこれがあ所有権を有することが確定判決によって確認されたものからする所有権保存登記と呼ばれるものなんです では続いて収容の話はちょっと宅建試験では出ません使用書士試験でも出ない、えーえー、論点ですがちょっとこれ飛ばしましょう。丸5区分建物にあっては表題部所有者から所有権を取得したものさあ区分建物は皆さんご存知ですよね、えー、というかお得意だと思います、えー、いわゆる分譲タイプのマンションなどに代表されるでこの場合この表題部所有者というのは分譲業者、えー、初代所有者ですから建てた分譲業者になるんですね。 で区分建物の場合には分譲業者が販売目的で建てることがほとんどですから通通常は新築完成前にもう分譲がが終わっているととうことが普通ですで例えば101号室を買ったのが、えー、例えば田中さんだったとする鈴木さんが分譲業者で、えー、101号室をすでにもう田中さんに販売済みだというのであればこの鈴木さんが先ほどのように自分で保存登記をして。 その後田中さんに売買によって移転登記をするのでは遠回りなのでもともと分譲予定で建てた建物ですからこういった区分建物にあってはえこの分譲業者である表題部所有者からえ買い取った新築マンションを買い取った飼い主さんから直接保存登記をすることを認めよう。いいですか 区分建物ににあっては表題部所所有有者から所有権を取得したものまさに新築マンションを分譲業者から買ったものとその買ったものがこの表題部の分譲業者から新築マンションのその部屋を買った人が直接保存登記を申請して直接ここが先ほどの話だと田中さんなら田中さん名義になれますよというのが分譲タイプの区分建物の保存登記申請適格者のお話ということなんです。 さあそれではこの保存登記申請できるもの3つ三つは4つか四つを覚えておきましょうまず「表題部に所有者として記載されている人本人からする、えー、単独で申請する保存登記」。 続いて、表題部所有者が保存登記する前に死んでしまった場合の表題部所有者の相続人からする所有権保存登記相続人が単独でで申請できますそして、表題部所有者に対して裁判を起こして自分に所有権があるんだという裁判に勝った人からする所有権を有することが確定判決によって確認されたものからする所有権の保存登記これも勝った人が単独で申請してその人名義の保存登記が実行されます。 そして4を飛ばして区分建物にあっては分譲業者など表題部所有者から直接その区分建物を買ったもの買ったものからする所有権保存登記でこれらの1235はそれぞれ単独で申請できその申請した人の名義の保存登記になります。申請した人がそののまま保存登記の名義になってててていいいくくととうことも併せて覚えてみてください さあそれではあ今日は、えー、不動産登記記録の見方と、えー、所有権の保存登記を申請することができる、えー、人物、ね、それは誰なのか単独申請することができる人物は誰なのかというお話をいたしました。今日使ったレジュメなんですけれども、えー 紙媒体で欲しいという方いらっしゃると思います。その方はどうぞ、えー、レック渋谷駅前本校までいらしてください。窓口で遠慮なくお問い合わせいただければ、あの無料で、えー、今日のこの簡単なレジュメですけどもお渡しできますので、もしレジュメどうしても欲しいね、画面で、えー、あの出ていたあれ欲しいというのであれば、えー、レック渋谷駅前本校までいらしていただければと思います。それでは、えー、今日の講義がですね、皆さんのお役に立てることを願ってやみません。 もう一段用意しましたので、えー、別の動画でですね今度は仮登記とそして単独申請についてですねやはり15分程度でお話をする動画を用意していますぜひそちらの方もご覧くださいそれでは、えー、宅検受験生に送る15分でわかる不動産登記法のその1ですね、えー、以上で終了させていただきます皆さんご清聴どうもありがとうございました